午前7時過ぎです。山岳救助隊が捜索に入ります。連絡が取れなくなっているのは30代の男性2人と40代の男性1人です。3人は無事ゲレンデに戻った男性と合わせて4人で、昨日午前11時過ぎ、富良野スキー場にある富良野ゾーンの頂上付近からバックカントリーに入り、スノーボードをしていたということです。1人は自力で下山しましたが、3人とは現在も連絡が取れていません。警察などが捜索していましたが、悪天候で視界も悪く、昨日夜の捜索は一旦打ち切られました。先ほど午前7時過ぎから道警の山岳救助隊とスキー場のパトロール合わせて14人で捜索を再開しました。